今日もテクノロジーー関連のニュースをシェアしたいいいと思います通通勤通学隙間時間時にご活用くださいファーウェイがフェド EX との関係見直し誤配送を問題し最近の米国との貿易禁止措置を受けてファーウェイは多くの業務関係を再検討している Google やアームを含む部品やソフトウェアのプロバイダーがファーウェイとの取引を停止しているが今回の問題は全く別の原因によるものだ。 ファーウェイはロイターに対しフェデックスがいくつかの荷物の配送ルートを誤ったことによりその関係を見直していると今週伝えたファーウェイによれば荷物の中身はトランプ政権による禁止措置を抵触する特定の技術でなく書物だと伝えているフェデックスにより送られた重要な業務書類が目的地に届かず米国内のフェデックスに送られたり 送られるように要求されたことは私たちの信用を損ねたと述べたこの出来事により我々は物流と書類の配送に関するサポート要件を再検討しなければならないフェデックスは中国のソーシャルメディアにてこの誤配送を謝罪し不注意に誤配送されたことを後悔していると表明した同社はこの出来事は外部からの圧力によるものではないとし米政府が関与したという疑いに対処 したものだと説明した。ファーウェイが謝罪を受け入れるかどうかは、現時点では不明だ。同社は長らく中国政府との関係を拒否否定して、国際的な監視の目にさらされてきたが、その他の米企業との関係について懐疑的なのは間違いない。次のニュースです。商品を、EC、のようにに簡単に店舗で売れる スペースエンジン公開ブランドとリアル店舗をマッチング最近テッククランチジャパンでも D2C ブランドを展開するスタートアップを紹介する機会が増えてきたグローバルで見ると D2C スタートアップが乱立するアメリカなどではオンラインを視線上としていたプレイヤーが自社店舗やポップアップストアなどを通じてオフラインでも顧客との接点を作ろうとする動きが目立つ 例えばマットレスの D2C ブランドキャスパーは全米に200か所以上の常設店舗を構えるこの流れは国内でも同様だ先日丸いグループから大型の資金調達を実施したファブリックトークやメガネの D2C オーマイグラスなどは都内を中心に数か所で自社店舗を運営 本日5月30日に公開されたスペースエンジンはそこに新たな選択肢をもたらすプロダクトと言えるだろうオフラインで商品を売りたいブランドとリアルな拠点を持つ店舗をマッチングし EC のような感覚で簡単に店頭で自社商品を販売できる体験を提供する大まかな流れとしては店舗側がサービス内にあらかじめ登録した店舗情報をもとにサプライヤー側 のユーザーが新たに商品を売って欲しい店舗を探し、販売を申請、店舗かそのリクエストを受け付けた場合にマッチングが成立する。サプライヤーは申請時に売りたい商品、個数、期間を設定しているため、マッチング後は該当する商品を店舗に送れば、それが店頭に並ぶ。商品が実際に売れた場合は35%が店舗の収益、15%がスペースエンジンの利用料となり、 残りの50%がブランドの元に入る仕組みだ。販売代金の50%が持ってかれるというのは、ブランド的にどうなのか気になるところ。同サービスを運営するスペースエンジン代表取締役の野口氏によると、一部高いという声もあるが、1000件あればそのうち10から15件ぐらい。実際に店舗を構えた際の人件費などを踏まえると、ものを送るだけで、 手間も変わらないので、妥当な料金だと納得してもらえるケースが多いという。